こんにちは、店です今日も YouTube を撮っていいこうと思います今日はですね、千葉県の S さんから使わない時計の保管方法についてご質問いただいたのでお話ししたいと思います、えーと。全然使わない時計であれば、まあ、例えば買ってから1回ぐらいしか使わないで保管したいとか、えー、オーバーホールした後とに、まあ、とりあえず使う予定がないから保管しておきたいというような場合ですね。 例えばオーバーホールしたばっかりで何にも腕にもつけてないんであれば時計そのものがいわゆる乾燥していることそれから、えー、皮脂の要は油ですねそういう汚れがないことであればそのままケースに入れたりしてしまっても飾っておいても OK ですただしつけたり、ね、すると人間は汗をかいているのでしけわずかですけども、えー、しけってしまったりとか、えー、皮脂の夜 皮脂による油汚れとかつきますので、まずはきれいに拭いてください。メガネ拭きとかできれいに拭いてください。で、その後、少なくとも3、4日ぐらい、まあ、乾燥させていただいて、汚れがなくて乾燥した状態で、であれば、ケースあの、買った時に入ってくるボックスとか、まあ、例えば時計を5本とか10本入れてるコレクションケースとかに入れて、置いてしまってもらって OK です。ただし、うーん、 例えば普段からもうよく使っている時計。これを例えば新しいの買ったからそっちへ移るので、例えばこれずっと半年とか1年とか2年とか。まあ、場合によっては3年4年と使っていたものをしまいたい時、やっぱりまずはえ綺麗に汚れを拭いてください。メガネ拭きとか時計拭きとかでえ綺麗に拭いていただいてで乾燥したらあのいらない。歯ブラシとかで細かいところ全部ブラッシングして。 歯石とかの、ね、汚れがもうない状態にしていただきたいんですあのまずきれいに指紋とかを拭く汚れを拭くから乾燥させるそれから、えー、ブラッシングとかで歯石、えー、汚れを取るもしね、えー、簡単に取れない時は例えば爪楊枝でちょっと取るとか爪楊枝だったらまあ金属傷めませんので爪楊枝とかで汚れを取るとか、えー、と濡れティッシュとかで あのね、防水が弱い時計だったらリューズの周りとか裏蓋周り気をつけていただかなきゃいけないんですけども、えー、ちょっと湿った布とか、えー、ティッシュペーパーとかそういったもので汚れをきれいに拭き取ってそしたらまた必ず乾燥させてくださいほん、えー、と本当にもう汚れを落とす乾燥させるそしてからしまうということになりますそんなことで大体いいでしょうかね、えー、オーバーホーバホル終わったばっかだったたばかだら けど一応ね、まあ、やっぱり34日ぐらい最低乾燥させてからしまっていただきたいし使ったものであれば綺麗に拭いてでブラッシングとかしてで確実に乾燥させてからしまってください普段から使っていたものであればできれば1週間ぐらい陰干しをしてくださいあの乾燥といっても例えば乾燥機とか、えー、空気清浄機の空気が出ているところの上に上げるとかそういうのダメですねであと えー、乾燥させるといっても直射日光に当たるとかもダメですあのいわゆる影干しで乾燥ささせてくださいそんなことであとはしまうのは別に時計を買った時のメーカーさんの,そのギフトボックスっていうか時計ケースでもいいしご自分で買った何本とか入る時計ケースでもいいし人によっては時計屋さんとかみたいにねガラスウィンドウみたいなものの中にこう飾ってる方もいらっしゃるんでそういうところでも OK です。 そんな感じあのー、また何か聞いてみたいことありましたら南雲と K 店まで、えー、E メ、あのールでご質問ください。あのー、皆さんからねご質問いただくと、あのー、僕はネタに困らないんで非常にいいですし例えばあなたが聞いてみたいなって思ってることは世の中のたくさんの人も聞いてみたいのでこれを皆さんにシェアできるんでそういったことで是非 僕に聞いてみたいこと、何でも聞いてください。よろしくお願いします。